両チームの選手が入場してきました。画面左側青のユニフォームブラウブリッツ秋田、そして画面右側シルバーのユニフォームがアウェー清水。今試合が始まりました。いきます。さあここのパスは読んでいまして高田が活動してワンツーで前へ、さあ前にぐんぐん上がっていきます高田、うん、さあかわしておお位置からゴール、まだこのシュートはそれていきました斉藤啓太。高田のカットから始まってます、はい、そこからもう一回オーバーアップして高田のドリブル、ここ1対1ねよくかわしましたね。そしてここをキーパーと最終ラインとの間の速いボールですね。青木最後触ってますかねここのところ。いや後半右エンドがシルバーのユニフォーム清水エスパルス、そして左エンドが青のユニフォームブラウブリッツ秋田です。後半が始まりました。さあここそのまま吸い込まれます。秋田先制。最後いいよですかね、まあ、ちょっと見えなかったですね。交錯した形で触っていたのは今ゴンダがね完全に最後見えたんですけどね、はい、少しスローの映像を待ちたいと思ってご覧いただきます、はい、これいいボールだったですね。からここであミスパンチですね、はい、パンチングのミスオンゴールですね。オンゴール、はい、このやっぱ触ったところが、うん、ですね、うん、そうですね、パンチングしきれずにというふうなところですね。少しずつ少しずつ自分たちの攻撃の形フォーメーション変更で出てきています清水。押し切れるか、おー吸い込まれました。同点カルリーニョスジュニオ。清水追いつきました1対1。ピンポイントでボール良かったですよね。もうゾーンとゾーンの間ですよね。はい、いやこれはもうお見事ですよ、はい、まあ、どんなあのシステムどんな守り方してもピンポイントくるとやっぱりねゴール生まれちゃうんですね、はい、清水追いつきましたっていうメンタリティが欲しいし、逆に秋田はクリアするぞって気持ちですよね。その強い気持ちが止まれるか、これは囲いの正面。今寄せた分ボール下げていくか、あ下げるのか、ここで長いホイッスルが鳴りました。今のサウスローイン下げたか。